どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今日はね、ちょっとあることをしようと思って、今まだ朝の7時34分なんですけど、おはようございます。おはようございます。笑うしかないね。今日はね、何をするかと言いますと、1日でインスタ映えスポット何軒回れるのか、ゆっくりインスタ映えスポット回りたいんだけど、うん、時間が1日しかない。そんな、そんなあなたに、まあ、ルールは独自ルールなんですけど、1都道府県につき2スポットまで。ちょっとね、昨日の夜のうちに何個かあげたんで、ちょっとそこを回りつつ、やっていこうと思います。で、まあ、全国って言っても多分1日でもう、こう、なんていうの、端から端まではもちろん行けないので、今のところ目標としては東京から大阪に新幹線でかけて行ってる間にこう降りてね、途中下車して撮ってこうかなって思います。こんなことしてる時間もったいないので、行きましょうか。じゃあ早速、まずはじゃあ東京で2スポット、とりあえず、はい、とりあえずね、はい、行きましょう。はい、これちゃんとね、僕のインスタグラムにアップされていくんで、これ ID です、これ、はい、出てる、出てる、出てる、だいぶ下やね。移動何、移動で行こう。はい、移動、移動、よし。超綺麗。まだ今8時くらいなんですけど、晴海ふ頭に着きました。てかここって何なんだろうね、なんかすごいね、施設が。何の施設なんだろうね。まあね、もう景色がもうパナイ、いいじゃんここ。一人組だからね。ね、誰もいないわ。鳥も歓迎してくれてるわ。涼しいんだよね。ね、じゃあ鳥と撮るか。いやいや、あれと撮れや。あはあれと撮った方がいいか。いい感じ。インスタだからもうバチバチに決めていくから、今回は、今回そういう旅だからね。バチバチに決めていくから今回は今回そういう旅だからねちょっと、明らかに時間がないので走ります。さあ、ということでここはどこですか。イタリアだ。そう、イタリアです。イタリア、イタリアにやってきました。ここが2軒目ですね。2軒目のインスタ映えスポットということで、はい、確かにちょっとイタリア感はあるけど、どこで撮るのがいいかな。あ、やべ、岸が映ってなかった。ちょっとここに座ってちょっと2軒目撮りましょう。すぐにパパッとやっちゃいましょう。おー、いいね、横浜感あるね。なんかね、割と時間に余裕が出てきてちょっとゆったりしてます今のところ。こんなに急いでたのね、急にゆったりする。あ、もうそんなインスタ映えじゃん、これじゃん、これインスタ映えじゃん、もう、ね、ちょっと待って、でもね、なんか写真が撮れるとこあるんだよ。これ多分入っていけないでしょ、こんだけ。もう3スポット目なのに朝って。あ、あった、見つけてしまったぞ。じゃあここで撮りましょう。ということで、無事こちらで撮れましたね。はい、じゃあもう一軒、次は赤レンガで普通に撮りますか。お腹空いたんで、なんか食べようと思ったんですけど、なんと11時からということで、今10時39分無理です。さあ、じゃあ次は静岡に行きます。見てください、ペンギンがいます。ペンギンがすごい。めっちゃ綺麗じゃない。すげえ、これちょっとインスタ映えるんじゃない、そこ。ここインスタ映えスポットじゃない、ここ。一緒に、そう、あの鳥と一緒に。
違うのかな。うわー、びっくりした。ちょっと待って。これあそこ座ったらインスタ映えじゃない？でも、真ん中座ったら。ちょっと行ってくるわ、俺。失礼しまーす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 。あ、降りちゃった。降りちゃった。かわいいね。かわいい。こんなに付け合っても悪いことよくないね。ということで今駅に向かっております。はい、掛川の駅に向かっております。もう目の前ですよ、掛川の駅は。ね、いやすごいいいとこでしたね、掛川も。いいとこだね。ということで、はい、続いてはどちらですかということで、愛知です。名古屋に行きます。名古屋1時間くらい、なんか新幹線の中で左奥歯が悲鳴を上げるっていう、多分速度に耐えきれなかったんだと思う。弱っ。300キロで動いてるわけだからね、左奥歯も。弱すぎだろ。皆さん見てください、こちらのりたけの森。いいですね。あ、すごいすごいすごい、いい感じだぞ。いいじゃん。めっちゃおしゃれじゃん。これだってもうどこでもあれじゃない、インスタ映えじゃない、この角とかでも。とかいいね。あ、いいね。あの上。ここら辺の高でこうやってとかいいじゃん。ああね。それで一回撮ってみるか。撮りやす。撮りやす。圧倒的噴水。この噴水。この噴水インスタ映えポイント高いんじゃないですか。じゃあちょっとお湯加減確かめてみるわ。お湯なの？あー、42度高っ。あ、本当だ、神社がある。おしゃれ。これが名古屋の都会の真ん中にあるんですね。めっちゃ綺麗じゃないですか。続いてはね、京都へと。はいはいはい、京都ね。行きます。京都はもういっぱいよ。ね。ザクザクよ、もう。京都はもう取り放題ね。なかなかもう、来ないよ、もう。インスタ映えの宝庫、ということで。京都駅出たらもう何十個もある。もう京都駅内で完結しちゃうかもしれないから。かもしれないね。まあ、とりあえずじゃあちょっと、インスタさっきの上げます。とりあえず、移動。さあ、ということで、レンさん、ここはどこですかということで、京都です。まあ、もう伏見稲荷大社で2軒できたらなと思います。はい、あとね、寒い。誰だこの企画考えたやつ。お前だろ。俺か。お前だろ。俺だったか。いや、本当にすっごい移動中にゆっくり回りたいって思った。ゆっくり。だってなんか来たところ全部いいとこだったじゃん、結局今のところ。で、まあ京都も大阪もいいとこなんで、もうほんとゆっくり回りたい。結論切実ということでね、ちょっと拝むところが、写真撮影とか映像撮影禁止だったんで、見せられないんですけど、まあ拝みました、はい、ということで、じゃあ撮りましょう早速。はい、ということでね、京都で無事2枚取り終えて、はい、ついに目標の10枚達成。イエーイ。
素晴らしい。これはまあ、とりあえず10スポットは行けたんですけど、うん、あとね大阪をまだ残してるので、大阪にあとじゃあ行って12スポット取って、終わりにしたいと思います。はい、大阪にやってきましたね。やってきました。最後の地、そしてもうここがね、インスタ映えスポット、大階段、 ABC 毎日放送じゃなくて ABC 朝日放送の大階段ということで、じゃあちょっと1枚パシャリしましょうか。しましょうか。さあ、ということで蓮さん、はい、ついに終わりましたね。今年じゃないわ今年は終わって、もうちょっとで終わるけどね。もうちょっと終わる、うん、もうあの正直今回の動画はもう年末スペシャルみたいな感じですよ、うん、ある意味。なるほど、ね、だからもうそんなこんなすごいでっかい企画はね、はい、まあそんなどんどんやっていくわけではないんですけど、はい、今日はでも楽しみましたよね。まあね、忙しかったから楽しみだよ。うん、だから全部の剣いけたし、うん、食べれたし物も、うん、でその鳥にも触れ合えたし、うん、あとはそのもちろんインスタね、インスタ映えの写真も撮れたし、はい、いい一日になりましたね今日は。ね、まあ、全部達成できたよね。確かに全部達成できた、ね、12枚インスタ映えスポット行けたということで大成功です。まあ、本来なら今から帰るわけなんですけど、はい、もったいないよね。まあそうだよね、せっかく来たのに、ね、もうこっからは2人で普通にゆっくりしよう。ね、温泉行こう。もうね、温泉行こう、うん、ゆっくりしようもう、うん、ゆっくり帰ろう。温泉行ってなんか食べて ね、そうということで、ゆっくり帰ります。はい、なんだこの締め。